ドミさんこんにちは。秋に初めて現試験制度をフルに活かす学習法というガイダンスを始めさせていただきます。担当いたしますはレクセン人講師の豊川と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい。で実はですね先日私レックのあるまあ本校まあ本校というのは学校なんですけどもレックのある本校でですねまあ鑑定士のガイダンスを 行いましたでその際にですね何人かの受講生さんが来られたんですけどもその時にですねこの試験制度鑑定士の試験制度について結構ね突っ込んでやっぱり聞かれたんですよ。で私ちょっと意外だったんですね結構皆さんご存知だろうなと思ってたんでそしたらその時あの来られた受講生さんたちのお話をね、まあ、まとめますと確かにね結構ネットを見るとある程度ね 鑑定士の試験制度についてて情報は上がっんんだけどあんまりこう踏み込んだねそこでですね、まあ、今回こちらのタイトルのねガイダンスを行わせていただくことになりましたでねタイトルが秋に始めて「原試験制度をフルに生かす学習法」ということでこちらのねタイトルでこのあといろいろお話をさせていただきますけどもこれからね鑑定士受けようかなってちょっと悩んでる方はもとよりですね もうすでに鑑定士の勉強を始めてるんだけど果たして今の自分のね勉強法が正しいのかな大丈夫なのかなねそういう方にとってもね有益になるようなお話をしてまいりますのでねできますれば最後までご視聴いただければ幸いに思います。じゃあ始めめてままいりますすこちらですねでね試験にに受受かる短期で受かるる短期そのためには やっぱり試験制度の特徴を知ることが重要ですね当然その試験によってね試験制度ってみんな異なりますから、ね、自分が受ける試験どんな仕組みになっているのかこれを知るっていうのがやっぱり非常に大事になってまいります。でまずざっくりですねこの鑑定士の資格取得までの流れっていうのをちょっとまず最初にご覧いただきますと試験がですねご覧のようにこの2段階になってますね。一時の 担当式これマークシートです。マークシートを塗りつぶすだけ科目が2科目また後でご覧いただきます。で、2次がねこの一次の担当を受かると、2次の論文式試験、こちらが科目が4科目になります。論文式ってことで実際にね。あのペンを走らせてね。文章を書くとそういう試験になっています。こちらでこの2次の論文式試験に受かるとその後ですね。すぐに鑑定士になれないんですよ。 鑑定士の仕事っていうのは、非常に専門性が高いですから。実務収集っていうのをやって、みっちりとね、この実務のね、この経験を積むということですね。で、これは一年コース、二年コース、二つあります。で、この実務収集を終えてね、国土交通省に登録をして、晴れて不動産鑑定士になることができると。これがまあ、大まかなね、資格取得までの流れになります。で、まず最初、ちょっと、この一次の担当式試験についてね。これもちょっとざっくりと見ておきますと。 いしょ担当式試験これ一時ですねで受験資格ありませんこちらねで試験地がご覧の通りで科目がさっきも言いましたけど2科目です行政法規って呼ばれているものと鑑定理論って呼ばれているものねこれ卓一式です1問5択で1個正解詞を選んでマークシートを塗りつぶすで行政法規40問でこれ2時間で回答いたしますで鑑定理論も40問出てやっぱりこれも2時間で回答する でそれぞれ配点が100点100点ということで合計100点満点これで、ね、あの合否が決まりますで試験期日なんですけどもこれちょっとね覚えておいていただくとよろしいかなと5月の中旬の日曜日だいたい例年ね第2日曜日なんですよ第2日曜日いわゆる母の日ですね母の日で午前中10時から12時までがこのね行政放棄でその後1時間半の休憩を挟んで午後1時半から3時半まで もう一科目のカンティロンこれが行われますで担当はねこの一日で終わってしまいますで気になる合格ラインなんですけども7割これね令和元年今年でしたねこちら令和元年今年は200点満点中の140点7割が合格点に合格ラインになりましたで合格率でいくと約32%ねこれご覧になるとねあの人結構受かるんだね これはお分かりいただけるかなと思います。だいたい3人に1人受かってまいります。これが一時の担当なんですね。で、発表は例年6月です。5月に試験が行われて、その翌月ですね、6月に発表が行われます。これが担当式試験ですね。で、続いて今度論文式試験なんですけども、こちら受験資格当然ですけど、ね、一時の担当式試験に受かった方。これが受験資格です。で、試験値がちょっと減っちゃうんですね。東京、大阪、福岡。 この参加したで科目がさっきもねご覧いただきましたけど4科目です。でまず民法が2問これ2時間で、ね、2問回答いたします。で100点。で今度経済学これも2問出てこれ2時間で回答いたします。これも100点。で今度3科目目が会計学これも2問出て2時間で回答いたします。でこれも100点。ね、で最後なんですよ。4番目カンティロン これが論文4問ねこれ4時間でこれ200点ですね200点満点要するにこれねあの他の民経会が2問ずつ2時間で回答するんですけども官定量のこの論文っていうやつですねこれまた後でねご覧いただきますけどもこれね2問2時間で回答するやつが2セットあるんですよ2セットねしたがって合わせてまあ4時間で4問という風になってますこれぶっ通しって意味じゃないです、ね、ぶっ通しって意味じゃなくて この後ご覧いただきますけども2日目の,あの午後から3日目の午前ですねにかけてそれぞれ2時間で2問ずつこの鑑定論の論文を書きます。で最後もう一つあるんですよ鑑定論って演習ですこれが3日目のねこの後またご覧いただきますけど3日目の午後これ2時間でこれは1問だけなんですよ1問だけ100点百点。でこれね鑑定理論がまず論文4問で200点。 で、さらに演習1問で100点の合計300点。で、合計がここに上がってますけど、ね、4科目の合計が600点満点。で、さっき上でご覧いただいたように、民警会、民警会、これ教養3科目って便議上読んでるんですけど、これで、これが300点なんですよ。民警会で300点。で、残りの300点が鑑定理論。ね。ですから、これね、科目の上では、鑑定理論っていうのはね、 これ四分の一でしかないんだけど、配点の上では、ね。これ六百点のうちの半分の三百点を占めてるってことで。実際これを使ってね、あの鑑定士が鑑定評価を行っていくんですね。土地と建物の値段を算出する。で、非常に重要な科目なんで。当然試験においても、これだけ、ね、配点が高くなっていると、そういうことですね。で、試験記述です。試験記述。ね、さっきもちょっと言いましたけども、もこれね。三日間あって、で、八月の。 1> 第一日曜日を含む同日月の連続する3日間なんですよ。で月曜日ってこれねこれが入ってきちゃうんですね。で鑑定士受験生のねまあ8割以上ね、まあ、うちの受講者さんで言えばまあ9割以上っていうふうに言えようかと思いますけどやっぱり有職者の方なんですよ。仕事持っっっってててて頑張って勉強してるって方がやっぱり大半なんですねですからそういう方たちにとってはねこの3日目が 月曜日これ平日です、ね、ここにかかるっていうのはちょっと厳しいですねやっぱり有給を取るとかねいろいろ工夫しないとこれ3日間のうちの最後のねこの月曜日受けられませんからちょっとこういうのもねなんとかこうなればねいいんじゃないかなと思いますけどねでちょっと見ていきますとまず1日目これまず民法ですこれ午前の科目で午後が経済学で2日目の午前が会計学で2日目の午後が鑑定理論のまず論文ってやつね先ほどで見ましたこれ。 で、さらに今度3日目の午前。これも鑑定論の論文っていうやつです。これです。で、これで2つ合わせて、ね。これ4時間で4問だよって。そういう意味なんですよ。だからさっきも言いましたけど、これ4時間ぶっ通しっていう意味じゃありませんので、ね。で、今度3日目の午後。これが鑑定論の演習です。さっきの上で見た。これ2時間で1問だけなんですよ。演習って。これだけ電卓が使えます。鑑定論の中で。論文の時は使えないんですよ。鑑定量のこの論文。こっちもそう。鑑定論の論文。これはね。 電卓使えませんけど、この関連の演習だけは電卓使って金額を弾き出すとそういうことですね。これですで。まあ、合格ラインですね。これまたね。実を言うと今この動画収録している時点で、あの令和元年の論文の発表、まだ迎えてないんですよ。従いましてちょっとね。去年、昨年度平成30年度のデータになりますけども、こちらえっ、ー、とね。600点満点さっき上出てみましたね。600点満点4科目の合計で。 去、ね、376ってことでね一応約6割っていうふうに表示しましたけどちょっと6割ちょっと超えてますけどねこれね問題がやっぱりね後でもまたお話ししますけど結構基本的な問題になってきてるんですよ。で加えて採点もね結構緩くなってきてるんでしたがって去年ね平成30年度はまあ一応国交省はね一応論文に関してはおおむね6割を合格点とするっていうふうに歌ってるんだけどちょっと6割を超えて。 ご覧の点数になりましたけども、ね、これは決してねあの危惧する点数じゃないんですよ。今言いましたようにね問題も基本的な問題に変わってきてますし採点もずいぶん甘くなってますからね。で一応合格率を見ると約15%ね。だからこれ合格率見るとね他にもっと厳しい国家試験っていくかでもありますよね合格率が1桁の試験なんて。 確かに鑑定士試験の中にあっては、ね、いわば天王山、ね、というふうに言えるんですけども他の国家試験と比べると合格率だけをね比較すればそれほどね突出して、ね、厳しい試験というわけでもないですねこれは。いいで,す、ねね、でちょっと続けてよいしょこれぜひご覧いただきたいんですよ。国交省が今から年年前です平成27年に 6月26日にこれホームページで発表したんですよ。不動産鑑定士試験のねこの試験実施の改善改善ってはっきり言ってるんですよ。これ改善ってのは悪いものを直すことを改善って言うんでしょう国交省がホームページ中にねこれ改善ってこのタイトルで発表したんですよ。ご覧の内容これちょっと一部抜粋ですけどね。でちょっとここですねこの赤字のところ学生等の、えー、と若年層の方や えと不動産分野での職務経験のない方にも積極的にチャレンジしてもらうためねでちょっと飛ばして短期合格が可能となるよう試験問題の見直しこれ見直しって書いてあるでしょうこれ国交省がこの言葉使ったんですよ。普段これねこれ省庁役所でなかなかこれ使う言葉じゃないですねこちらやっぱりこの後ねご覧いただきますけどもこの時ですね平成27年 受験生がどどどどんどんんどんん減っていってたんですよそこで国交省はちょっとこれまずいなっていうことで試験制度のね、まあ、いわば改革に乗り出すんですよ。でまたこの後お話ししますけども試験制度自体をね担当と論文これは現状は維持したままで試験問題をねこう、まあ、いじくり始めたっていうかね基本的な問題を出すように変わっていったんですよ。この後お話しします。ここの平成27年これが大きななターニンングポイントになりましたで 試験問題の見直しについても平成28年度、ね、より順次実施していく予定ですということで実際に問題をどん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 基本的な問題にこれ書いていってますからいいです、ね、非常にだから受験生にとってはね、まあ、今が受け時と、ね、そういう、ね、国家試験というふうに言えるとは思いますでこちらここから試験が変わり始めたよ、ね、ちょっと軽く頭とどめといてください どん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 基本的な問題を出すようにねこの国交省もあの工夫してくれてますからねで実際ちょっとデータを見てほしいんですよこれ最近の担当です一次試験の担当本試験のデータこれ国交省のホームページからあの、ね、ちょっと引用させてもらったんですけど一番上これね,これ,ねこれ出題された年ですね平成26年から一番右側がこれ今年令和元年までの一次の担当本試験のデータです でやっぱりね <laughs> ちょっと何回も申し上げますけどこの平成27年ちょっとこれ赤字でね目立つようにちょっとね表示したんですけど受験者数が前年平成26年の1,500人からご覧ください切っちゃったんですよ1,500人これ一次の担当なんですよ2次じゃないんですよで他のね国家試験と比べてみても本当にね受験者が本当に少ないでしょでただでさえ少ないのにとうとう1,500人切っちゃった そこで国交省がこれまずいなとねまあそういってまあ思い腰を上げたとまあそんな状況ですでこの年ですね平成27年この担当本試験の今度2段目の合格点をご覧くださいさっきもねちょっとお話し,しましたがこれ200点満点なんですねで前年が120点6割で平成27年が140点に跳ね上がったんですよあれ難しくなったのかなって点数だけ比較するとそう思うでしょうでも一番下の合格率をご覧ください。 前年と変わってないんですよ。ほとんど。前年が30.2、平成26年ね。で、平成27年が30.6ということで、ほとんど横ばい。でも、問題の、この合格点が上がったってことは、言い換えると、問題が優しくなったんですよ。だって、合格率は一定してるわけだから。ね。それで合格点が上がるってことは、要するにみんな取っちゃったんですよ。得点しちゃったの。だから、問題が簡単になったってことなんですよ。こっから変わっていったんですよ。 であとねまた右のねこの数字あとでまたご覧になっていただければと思いますでだいたい一番下ですねこの担当の合格率大体30点ね前半でねちょっとこう推移しているとそんな感じですねこれであとね一番上の受験者数もちょっとこれ見ておきますとだんだんね平成27年を境に少しずつ少しずつ増えているでしょだから国交省にとってはとりあえずねまあ安心ちょっとね一息つ,つ,つけたのかなそんな感じですね だから今の流れがねあの正しいんだっていうことでおそらく国交省は認識していると思いますだから大きく試験制度を変えなくてもね問題を基本的な問題に変えていくことで受験生を呼び込むことはできるんだおそらく国交省はそういうふうに分析していると思いますこれ担当ねでは次が論文これもね最近のやつですこれは平成26年から去年の平成30年までさっきも言いましたけど今これ収録してんのがあの論文の発表前なんですよ令和元年の発表前なんでちょっとね 論文に関しましては去年の平成30年までですけどこれもねこの平成27年見てほしいんですよ前年の平成26年の受験者数が745ねこれ論文です当然担当受かった方たちが対象ですよで平成27年706まで落ち込んでんですよこれもう700切るとも相当ちょっとまずいですねこれね国家試験としてもねでやっぱりこれ5上から2段目合格点見てほしいんですよ 前年と比べると、この平成27年、点数が、これ、格段に上がってるでしょ。合格点。600点満点のうちの378に上がった。ね。でも、やっぱり上から3段目の合格率見てほしいんですよ。そんなに上がってないんですよ。前年が11.3。で、平成27年が14.2二とことでね。だいたい3%近く上がっているけどもね。やっぱり問題が優しくなった。 で、加えてさっきもちょっと申しましたけど採点もねやっぱり緩くなってるんですよ甘いの明らかに甘いのねで上から4段目合格者数見てください平成27年増やしました前年が100人来てたんですよ84人ってねで平成27年100人でこれ以降は合格者数をご覧くださいねまあ微増ですね100人103106で去年が117とねもうちょっと一気にね増やしてくれるとありがたいですけどね で、合格、一番下の合格者の平均年齢ね。これ相変わらずやっぱちょっと高いですね。平成27年がちょっと下がった。前年が35.9歳。平成27年が35.3歳とかとで。じゃその後も35.0、32.8。で、去年ちょっとね、これ上がっちゃったんですよ。平成30年。でも、これね、この上がった背景としてね、問題が結構基本的な問題にどんどん変わってきてて、この こっちですね、ごめんなさいこっちか平成30年結構ベテランって言われてる方たちがねかなり合格されたんですよされたのやっぱりねベテランの方たちって結構ねちょっとまあ厳しいことを言うと結構期間は長い勉強の期間は長いんだけど意外とねあの基本的なところがね穴になってる方いらっしゃるんですよ、ね、だけど去年平成30年全 基本的に問題が論文の問題が基本的な問題になっててそういうねちょっと基本が若干おろそかになりがちなベテランの方でも十分回答でできるよような問題が出たんですよだから平成30年かなりねベテランの方たち論文で回数でいくとねまあその結果こっちか合格者のね平均年齢もちょっと上がったってことなんで。 これはね、単純に数字だけ比較してね、あ、なんだ、平均年齢上がったな、よくないなっていう、そういうことじゃないんですよ。今申し上げた通りです。ね、結構ベテランの方たちが合格されました。でこれいいですね。本当にね、苦労された方たちが報われるって、これが本当のね、まあ、試験じゃないかなと私は思います。で、続きまして、ね、もうちょっと踏み込んで、最近のね、今度、また一時の担当からね、特徴をちょっと見て,きますい,見ていきますよ。で、まず、この2科目でしたね、行政法規鑑定論。 共に過去問、これ過去問っていうのは過去の本試験問題のことなんですけどこれがねやっぱりベースになってます。出題のベースになってる。言い換えると結構過去問の焼き直しが依然としてね出題される問題の柱ベースになってるんですよ。ね、で最近少しずつねこ,れこのいわゆる初見の問題もねちょろちょろ出始めてはいるんだけど、ね、こういう初見の問題初めて見る問題、ね、これはレックの答練だとか模擬試験これを利用してねあの やってい,ていただければ十分なんんで全然心配するには及びませんとにかく過去問。であと次これ個数問題っていうのはこれ結構皆さんの中でもねご存知の方いらっしゃるかと思いますまた他の国家試験でもねこういう個数問題ねこれ出してる国家試験あると思います。正しいものはいくつあるかとか誤っているものはいくつあるかとかこういうの個数問題っていうんですよ。でこれ全部の足について丸ツが正確に出せないと答えが出ない。 したがってこの個数問題って必然的に正解率が下がるんですよ。言い換えると受験生なかせの問題なんですよ。でも最近はこの個数問題鑑定士の行政法規も鑑定量もゼロです。出てません。だから解きやすくなってるんですよ。やっぱこういうところでも国交省がねやっぱりねいろいろこう気を使って出題してるんですよ。で、 いいですね。さっき一番上で見ましたけどとにかく担当本試験の特徴、ね、もうすでに皆さんの中でねもう勉強を始めてるって方もねもう一回この辺をねあの再認識なさってくださいとにかく過去問ベースでこっからあまり外れての勉強ね例えば予想問題集に手を出したりとかそういうのに走るとね、よくないですやっぱり過去問これ焼き直しが多いんでこれでしっかりと繰り返し聞かれてるそういうねベースになる知識を固めるこれがやっぱりね やっぱ最優先ですからこれは外ささないいようにしてくださいまたこれから勉強するって方もとにかく一時の担当はね過も問、過も問ねこれをしっかりやればいいんだなちょっと頭の片隅に留めておいいてください次この論文ねでこれ最近の論文本試験の特徴なんですけどもまず4科目ありましたね4科目とも基本論点を中心に出題されるように完全に変わってきてます。 で特に私が担当している民法はこの傾向が顕著です。顕著。以前は問題文長かったんですよ。長いの読むだけで大変。で加えて結構論点も分かりにくかったんですよ。何,論何が論点かな何を聞いてるのかな、ね、でも最近はこの民法、問題文も短くなって論点も1個あるいは2個とか。 ね、もう問題文を読んですぐ分かるようなそんな基本的な問題に完全に変わってきてます。であと科目によってはたまにね難しい問題が出る場合もあるんですよ。でもこれはここ差がつかないのだってみんなできないんだから。で差がつかないってことは気にする必要ないんですよ。この試験やっぱりねどこまででっても相対評価の試験です、ね、これが例えば絶対評価の試験で7割取らないと受かんないよっていうんであれば別なんだけど。 ね、この鑑定士試験はね多くの国家試験と同じく相対評価だから、ね、要するに合格率が決まっててその中に入ればいいんですよ。でもし自分ができなくても、ね、例えば自分が点数がちょっと低い低いでも他の受験生がのけのめみ,みんな自分より下だったら自分は受かっていくんですよ。これが相対評価ってこと。いいでしょうだから仮に自分が100点満点で40点しか取れなかったとしても他の大半の受験生が40点未満であれば自分は必然的に受かっていくんですよ。 ここういういとだからこれねたまにね科目によっては難しい問題が出る場合もあるけども差がつかないみんな書けないからだから全、ま、くする必要ないってこといいでですねでねこれもちょっと申し上げておきますとうちから受かったねある論文合格者、ね、が意味軸もおっしゃってた言葉私未だにね耳に残ってるんですけどその方がねあの論文に受かった年、ね、実際その論文本試験受けて、ね、受験会場で ね、難しい問題出ろって念じたらしいんですよ普通ちょっと逆でしょ普通優しい問題自分が直前で見た問題出ますようにと思うじゃないですかその最終合格論文ね受かった方最後に論文本試験受けた時に受験会場で何をったかあったら難しい問題出ろと思ったらしいんですよなんでかっていうと難しいいい問題はみんなななできないから差がつかないだからあとは優しい問題で自分が点数を稼げば必然的に受かっていくわけですよ これがある意味論文に受かる方のまあ発想かと思いますね。大半の受験生は違うでしょ。基本的な問題で出ますように。でね、これもちょっと知っといてほしいのが、基本的な問題であればあるほどね、点差がこれね、開くんですよ。開くの。皆さんね、おそらく私の話聞いてね、いや、基本的な問題みんな書くんだからそんな差がつかないんじゃないのと思うでしょ。違うの。 基本的な問題ほどちょっとしたわずかなミスで点数がバッと開くんですよ特に民法なんかその傾向顕著ですいいですね他の科目もやっぱそういうね傾向あると思いますからぜひ基本的な問題の時ほど慎重に書くことこれは覚えておいてくださいいいですね基本的な問題ほど点差が実は開きますから逆に言うと難しい問題みんな書けないから差がつかないだから心配しなくていいよそういうことなんですよ で次あとこの民警戒さっきも言いましたけどこれ一応便宜上教養産科目って呼んでるんですけどねこれ多少ね苦手であっても4科目目の官邸論が得意であればね十分ひっくり返してね合格していけるんですよなんでかというとさっきもねご覧いただきましたけどね、配点の600点満点の半分が官邸論ですからね。だからこれね民法経済 会計、この教養三科目ですけども、おしなべて得意な人ってね、やっぱりいないんですよ。みんな、これ科目の経路が違うでしょ。これ大学の学部に置き換えると、民法法学部。まあ、経済学は経済学部とか経営学部。あと、会計学は商学部って具合で、みんな経路が違うから。ね、これ、この教養三科目。平均して、得意だって人ね、本当に少ないんですよ。大体、ね、この三科目のうちの一科目、あるいは二科目。 不得意だっていう人は結構多いんですよでもあんまりね深刻になる必要ないのとにかく理論鑑定論得意にしていけば十分ひっくり返せるからまさにこのねひっくり返すっていう表現が適切なんですよ実際うちからねレックから論文に受かってた方たちに後で聞話聞くとちょっと民警会はねちょっとイマイチだったんですけど最後の鑑定論で受かりましたって方がやっぱ多いです鑑定論ねやっぱり敗退の半分ってことなんであともう一点これも知っといてください このの合格基準点っていうのがあるんですよどういうことかというとね総合点で総合点で合格点に達していても特定の科目で極端に低い点数を取った場合はこのね合格基準点に引っかかっちゃって不合格になります。でこれ実際にねこれいろんなデータでも分かってるんですよ。この合格基準点特に2次の論文に顕著なんですよ。 一時の担当はねあまりこのこれも一応あるんですよ一時の担当でもこの合格基準点っていうのはあるんだけどただ一時の担当って2科目しかないでしょだから1科目でも極端に低い点数を取るとまず合計で合格点いかないんですよだから一時の担当であまりねこの合格基準点っていうのはあまり問題にならないんだけど二次の論文は4科目あるって600点満点だからこれ思いっきり出てくるんですよでこれね本当にね 科目でも極端に低いと総合点で合格点に達しててもこれ落っこっちゃいますんでこれはあの肝に銘じといてください、ね、特にもう勉強を始めてるよって方、ね、だからやっぱりねこの4科目をある程度押しなべてしっかり勉強しとかないと、ね、4科目のうち鑑定の得意になったよ経済学もできるよ会計もできるよでも民法白紙だよって方は ままず民法で落ちますよ、ねまあ、一応私担当してる科目民法なんですけど、ね、そういう民法でね落ちるちょっと私もねちょっとねあの我慢なりませんけど、ね、ぜひ本当にねこれ民法に限らず他の科目もそうですやっぱり極端に低い点数を取るとこの基準点に引っかかって、ね、不合格になっちゃいますので気をつけてくださいただねこれちょっと見ておきたいんですけど本試験の採点は、ね、先ほど来申し上げてる通り結構最近甘いんですよ甘いの。 あの予備校のねうちの当連よりも明らかにね本試験のの最低の方が甘いです、ね、だからそれほど深刻になる必要ないんだけどでもやっぱりこの合格基準点で引っかかる方結構いらっしゃるんでこれは気をつけておいてください。でこれねこの矢印ですけどこれ論文試験全受験者の平均点と思ってください。 全受験者ですからここに上がってますけど受かった方ね逆にダメだった方全部ひっくるめてですねがこの点数だったと思ってくださいでこちらが論文試験に受かった方の民経会教養参加目の平均点と思ってくださいこれ論文受かった方ですよこんなもん全受験生の平均というのがちょっと上ぐらい これさっきも言いましたけどおしなべてねこれ高得点取る人ってほとんどいないですなかなか難しいみんな経路も違うしねだただただなんですよ次鑑定論こいつは別格なんですよねこれはやっぱりね配点の半分といこともあるしやっぱりこれは将来ねこの鑑定士になった時にこれを使って鑑定評価をやっていくいわばまあ飯の種ですから ね、当然やっぱり受験生も力入れるししやっぱり得意科目にしていくんですよ、ね、ですからこれ見てもねお分かりの通りとにかくねやっぱりさっきも言ったように基準点があるから合格基準点があるからどれか1科目でもね致命的な点数を取ったらダメなんだけどもね一応4科目ね一応基本的に一通り勉強した上で最終的にやっぱり鑑定論これがねこれぐらいできないとちょっと厳しいかなと。 教養3科目は一応広く浅くでいいです。それで十分これぐらいの点数を取れます。ね。全受験生の平均のよりかちょっと上ぐらいの点数を取れますから、教養3科目。ただ、理論は違います。ご覧のように、やっぱある程度広く深く、ね。勉強しておかないとなかなか全受験生の平均というよりもこんな上の点数取れませんから、これはぜひね、知っておいてください。ね。これ、鑑定士試験はよくね、鑑定理論の試験だって言われるんですよ。ね。これ、過言じゃないです。 ねやっぱり鑑定論配定の半分ですで受かる方たち見てるとやっぱこれなんですよとにかく鑑定論皆さんできますから鑑定論不得意で他の教養参加目だできてもねなかなか論文は受かりませんからとにかく一番鑑定論に力注いでくださいよろしいですねであとねこれもちょっと知っておかれるといいかなと思います成績通知制度っていうのがありますこれその年の論文試験の不合格者全員にねまあ、これハガキサイズなんですけど これれ送ってきてきくれるんですよ国交省からでこれ何が載ってるかというと各科目とあと総合の得点とあとこの A から F、ね、アルファベットでねこの点数ですね成績これをランク分けしてくれてるんですよ。ただねこれね A から F ってなってますけどこれ不合格者中なんですよ。不合格者中のねこの100人刻みで。だから例えば A でいくとこれ まあ101あこ,れこれは不合,格者の中の、ね、不合格者の中の1番から100番までが A なんですよ。あくまでも不合格者なんですよこれ。で B が今度 A と101番から200番かなそんな形で100人刻みであくまでも不合格者つ中のランクなんですよ。ね。だからちょっとねこれ合格者含めてのね成績通知してほしかったんですけど次なんですよ。今年から ね令和元年から総合順位を発表しますよとこれ国交省が発表してますんでちょっとこれで安心しましたねね今までね不合格者中のこの A から F のランクだったんですけどね令和元年から総合順位も知らせていくことになりましたんでぜひねこれを使ってね勉強してってくださいそうすると自分の力がついてんのか自分の実力確認しながら勉強できますよねだからこれ精神衛生上も非常にねこれ 非常に助かるんですよ自分の力がついてんのかどうなのかなって今自分が全体のどれくらいのレベルにいるのかなこれ分からないと不安じゃないですか不安なまま勉強したらなかなか勉強って身につかないですよねでも今自分がね例えばさっきのこれでいくとね例えば自分がある年論文を受けたら D ランクだったね。これ高校生の一応不合格者数のねあの順位であるんだけど D ランクだったところが翌年論文を受けたら B ランクだったさらにその次受けたら A ランクだったっていう具合でこうやって 目に見える形で自分の成績の伸びが確認できれば、やっぱりこれ勉強のはずみになりますよね。ね。その意味でこの成績通知制度ですね。ぜひ、ね。これは参考になさってみてください。で、あともう一つ、この成績を知る手段としてね。いわゆる情報開示っていうのもあります。ただ、これはね。自分からね。国交省に請求しないといけないんで。ちょっと面倒です。で、若干時間もかかりますので。ね。ただ、一応成績通知制度と情報開示制度。で、この二つ。 自分の成績を知る手段として二つあるよ。ちょっとね、頭の片隅に留めておいていただければよろしいかなと思います。で、次です。これがね、今回の最大の山なんですよ。私は申し上げたいの、担当に受かる。これはね、これ、まあ二イコール短期合格だよ。ほとんどイコールだよ。ことなんですよ。で、どういうことかというと、現在ね、二千十九年の秋です。 秋今これ収録してるんですけども、ね、今から勉強を始めたといたします。で来年2020年5月に、ね、担当式試験を受けて晴れて合格すると、ね、一度担当に合格するとその後、ね、来年5月の担当に受かると来年の8月2020年の8月さらにはその翌年の2021年の8月。 さらにはその翌年の2022年の8月っていう具合に論文3回受けられるんですよ。受けられるの。1回担当に受かればです。3回論文にチャレンジできる。だからもうこの間当然担当の勉強なんかやんなくていいんですよ。いいですね。で最近ですね最近これも正直申し上げますと3回受ければかなりかなりの方が論文に合格できるようになってます。 昔はちょっっと違ってたんですよ昔はね論文3回受けても残念ながらちょっとギリギリダメででもう一回担当から受け直してその受け直して担当に受かった年に論文も受かるって方が結構多かったんですよ要するに論文4回目でも最近はこの論文3回で、ね、あの十分受かる方、ね、増えてますし実際にそういう試験に変わってきてますから、ね、是非とにかく担当に受かる。 そしたらもう論文集中できますから3回以内にね今の試験問題であれば十分合格することは可能ですからとにかく担当にかかるこれがね、まあ、今回のまあガイダンスの、ね、一番皆さんに申し上げたいねそういう点ですであとねこれねこれ宅研受験者この鑑定試験非常に有利ですのでねですから皆さんの中で宅研受けたって方はねぜひちょっとその辺の知識をね 次の鑑定士試験に使っていただくとね。やっぱりこれもね。非常に大きなアドバンテージになろうかなと思います。左が宅建ね。右が鑑定士で左の権利関係業法とかね。これ滝を受けた方はお分かりになると思うんですけど。こちらいいですね。ぜひね。ほとんどあ。ごめんなさい。ちょっと1回ごめん。ん。ほとんどの知識。これ右の論文で、ね、あと担当でもね。要するに鑑定士試験で使えちゃうんですよ。 宅建で勉強した知識はね。是非その意味で宅建の知識活かす。これもやっぱりね。この鑑定士試験の制度をフルに活かすってことになろうかなと思います。で、最後ですね。よいしょ。これです。司法試験あるいは公認会計士試験に受かった方にはこのね科目免除の制度があるんですね。で、対象者ね。ここに上がってますけど、司法試験を受かった方ね。あるいは？ 公認会計試験に受かった方ですね。はご覧くださいね。この受けたね。司法試験であればね。この民法が免除されます。で、公認会計試験に受かった方であれば、会計学、これ必須ですね。で、プラス会計学プラスね。選択科目でね。受けて受かった。科目、例えば経済学受けて受かった。あるいは民法受けて受かったね。ちゅうんであればこれ2科目ね。会計と経済。あるいは会計と民法。 これ実際に鑑定試試験の時にこれ免除されますからだからあと残り2科目だけやればいいんですよ最近結構多いですね、先日あのガイダンスやった時もやっぱりねあの来られた受講生の方のお一人がやっぱこの婚姻会計士に受かった方だったんですねやっぱりこれご存知でしたこの科目免除っていうですねこういうことですいいですかねぜひね今ずっとお話してきましたけどね今お話をしてきたいろんなねこの特徴この鑑定試試験制度の特徴ですねこれをぜひうまく使ってねぜひ やってみようかなって方はこの不動産鑑定士試験にチャレンジしてみてくださいいいですねいいですねであとね具体的な勉強ですねぜひね <laughs> やっぱこれがそうですやっぱねちょっと最後講座のね紹介で恐縮ですけどもねやっぱ独学は無理です独学ではねなかなか合格厳しいまたあの非常にねあのなんていうんですかね効率も良くないですからぜひ レックの講座利用してみてみくださいで今ですね2019年の秋から始めるんであれば勉強ね始めるんであればこちらですねこの担当合格コースっていうねこれ担当だけです一時の担当だけに絞ったコースなんですけどこれが一番おすすめかなと思います。ですかね。でよいしょ。ぜひね最初の この担当合格講座ですね。担当合格これをぜひしっかりとお聞きになってほしいんですよ。これがインプットの、ね、講座になります。非常にこの後の勉強の、ね、大事な柱になってきますからこの担当合格コース座、ね、利用してみようかなという方に申し上げておきますとこの担当合格講座、これをぜひね、しっかりとお聞きになってみてください。理論が20、ね、ちょっと回数多いです。行政法規は14回 これそれぞれそぞ1回が2.5時間なんでねこれ結構なね時間まあ理論でいくと50時間になりますけどねまあそれだけのねボリュームありますけどそれだけのね非常に内容のある講座になってますからインプットの講座としてはこれでねほぼほぼ十分ですからねこれをぜひ活用してみてください。あとこの「当連基礎等まず最初が基礎等連っていってねこれ一番最初のまあ一種の模擬試験と思ってください。これ時間を測ってご自分で、ね これちょっと採点をしていただくでこれによってまず一番最初のねこれ基礎答弁ということで基本的な問題を中心に出してますんで自分が今どれだけ基本的な知識身についてるのかなこれをご自分で把握することができますあと行政法規については毎年ねこの改正がありますのでこの改正対策講座これ一1コマ2.5時間ただこれ通信だけです通信だけで実施して通学はやってませんけどねこれで最新の改正点をぜひ押さえていただく。でさらにはね この理論についても行政法規についてもこの総まとめを使ってねこの全体のまとめをこれで一気にガーッとそれぞれ4回ずつですけどやっちゃいます。で最後にこの「担当実践当練」これ討練です。で「公開模試」これでしっかりとねこれ時間を計って皆さんのね実力を把握していただくねまたアウトプットのトレーニングもやっていただくそういうね あのまあ仕組みになってますんで今ねざーっとご覧いただきましたけどもねこんな形でぜひねこの担当やってみようかな担当効果コース利用してみてくださいであともし皆さんの中でねいやもうちょっともうちょっと自分はね論文もやってみたいんだという方はこちらこれねこれ担当論文基礎コースって言います これ担当だけじゃなくて論文もこれコースの、ね、中身に入れてるんですね。いしょで合格基礎講座ねこれ各科目のねやっぱりこれも一番最初のインプットの重要な講座になってまいります。ね、でその後鑑定量についてはねもう基本的にさっき申し上げましたけどもこちら。 理論はもう担当のこちらね担当合格講座その担当合格講座でやってますので改めてね論文ところでもう一回一からやる必要はないということでこれは入ってません合格基礎講座にその代わりこの2つ目「鑑定論論文ブリッジ講座」っていうものでもう一回しっかりと鑑定論のおさらいをねできるようになってますのであとはちょっと見ていただきますとさらに演習対策までやっちゃうんですよこれね。 こちら全8回ね講義編と当連編でさらには当連これアウトプットですねアウトプット一番最初の一番基本的なね論点を中心とした当連一種の模擬試験ですけどねこれもご覧の回数実施しますんで,で一応ここまでねこれでまあ本番8月の本試験まで臨んでいただくとそういうまあ仕組みになってます。 ね、これからの時期ですよちょっとね、まあスケジュール的には対等になりますけど、時間のね優遇がつく方はね、担当だけじゃなくて論文もしねやりたいという場合はこちらの担当論文基礎コース。ぜひねこちらも合わせて利用してみてくださいね。じゃあ一応私のね今回のガイダンス以上となります。ぜひねこの試験制度をうまく利用して、そしてぜひ皆さんがねこの短期で。 鑑定試験に合格できるようお祈りしてますんでね、もし講座利用される場合にはまたね具体的に皆さんのね勉強のお手伝いをしてまいりたいと思いますのでまたその時はよろしくお願いいたします最後までご視聴いただきましてありがとうございました以上で終わります